四方の角の内側に1マスを追加して角を通して丸くしていきます。真ん中の円形のくぼみから1マス開けたところに円形の皮を作っていきます。で真ん中から滝を流しておきます。で円形の真ん中に噴水を置きます。毛肌につるもかけておきます。次は立体感が出るようにこの周りに崖を作っていきます。そして真ん中から滝を流します。バランスよく低木、花、雑草などナチュラルな飾り付けをします。キノコとかも飾っておきます。はい、これで完成です。自然あふれる円形の沈んだ谷ができました。